こんにちは。今回は細川ガラシャの生涯をゆっくり解説していきたいと思います。明智光秀の娘として生まれ、細川忠興の妻となり、バテレン追放令が出た直後にキリシタンになって、洗礼名ガラシャを受けた女性です。その波乱の人生を追いながら、歴史の不思議さ、奥深さを感じられたらと思います。明智玉は、1563年、明智光秀と妻との間に三女として生まれたとされています。出生地に関しては二つの説がありますが、いずれも越前の国、現在の福井県です。少女時代は近江の国今の滋賀県坂本で育ちました。明智光秀が居城した坂本城は今はもうありませんが、琵琶湖のほとりに、わずかに遺構が残されています。1578年、父の主君織田信長の発案により細川藤孝有才の嫡男忠興に嫁ぐこととなりました。この時、二人は共に15歳、数え年で16歳。昔は、随分と早く結婚したんですね。新婚時代は山城の国西部、京都府長岡京市の小遊寺城で過ごしました。そして二人の子供、長女の京と長男の忠孝を授かりました。1580年には、忠興が信長から丹後12万石を与えられたため、日本海側の丹後へと移ります。最初、丹後八幡山城に入りましたが、その後、新たに宮津城大海沿いに築いて、そこで暮らしました。宮津は風光明媚な水の町。宮津城は廃城になってありませんが、城門が小学校に移築されて残っています。さて、キリシタンになる前のガラシャがどんな人柄だったのかは、記録がないのでわかりませんが、親戚に吉田兼見など宗教関係者が多いので、仏教や神道に親しみを持ち、宗教への関心は高かったのではないかと考えられます。また後年書いた手紙等からは、教養深かったことが伺えます。戦国大名の性質にふさわしい、知識と教養に溢れた素敵な女性だったことでしょう。しかし1582年、本能寺の変が起こって、ガラシャの運命は一変します。中国攻めの最中、光秀が京都で主君の信長を討ち、亡き者にしたのです。豊臣秀吉の援軍として中国攻めに出陣していた忠興にも、この情報はもたらされ、義父である光秀から自分の味方として京に登るようにとの依頼が来ました。忠興は父藤孝と相談し、細川家は光秀に就かないことを決めました。忠興は、父と一緒に信長を弔うために元取りを立ち、光秀が何度頼んでも援軍要請に応じることはありませんでした。そして明智光秀は滅びました。実はこの間、細川家は何もしなかったのではなく、目障りだった丹後守護家の一色氏を滅ぼし、丹後を平定、勢力を拡大させました。玉は逆親の娘として離縁され、丹後の山中、御殿に幽閉されました。忠興との間に手紙をやり取りすることはありましたが、忠興は玉の次女藤を側室とし、子供をも受けました。約2年後の1504年頃、秀吉の許しを得て、忠興は玉と復縁。1585年春までは丹後にいて、秋頃、新造された大阪玉造りの屋敷へ移りました。無事細川家の屋敷に戻った玉でしたが、2年前とは心が変わっていました。忠興の方も、戦に明け暮れる中でお藤以外にも側室を持ち、以前とは変わってしまっていました。玉は、次第にキリスト教に興味を持つようになりました。きっかけは忠興が話した高山右近の話からでした。彼女は時々、夫の口から、彼の大の親友である右近殿が彼に話したデウスの教えに関することとか、説教のことを耳にした。中略彼女はそれらの話を夫から聞かされた時に、それをもっと深く知りたいとの異常な望みに駆られた。玉は大阪にできた南蛮寺キリスト教の教会に行って話を聞こうと考えます。しかし当時、大名の奥方は自由に屋敷から出ることは許されていませんでした。天正15年2月11日1587年3月19日、ついにチャンスが到来しました。夫の忠興が九州征伐に出かけたのを見計らって、玉は屋敷を出ました。侍女数人に囲まれて身を隠しつつ、大阪の教会へと向かい、初めて訪問しました。
そこで日本人修道士から話を聞き、自分が洗礼を受けられるのはこの時以外にはないと考え、洗礼を授けてほしいと何度も頼みました。だけど教会側では玉が何者であるかわからず、もしや豊臣秀吉の側室かもしれないと警戒して、もう少し学んでからにしましょうとなだめて返しました。これが、玉には生涯ただ一回きりの機会でした。その後一度も教会には行けず、神父に直接会うこともできなかったのです。だけど玉の決心は固く、キリシタンになることはできました。どうやって叶えたんでしょう？少し考えてみてください。まず玉は侍女や家臣を教会に使わしました。すると教会で話を聞いた多くの者が洗礼を受けてキリシタンになりました。その者たちから話を聞いて、玉はキリスト教の教理を学んでいくこととしたのです。賢い方法ですよね。そして、心の中で祈るようになりました。そんな時、九州にいた秀吉はバテレン追放令を発布。日本にいた宣教師たちは国外退去しなければならなくなりました。大阪の宣教師たちも九州に引き上げると聞いた玉は、宣教師が去る前に、なんとか自分にも洗礼を授けてほしいと嘆願します。その願いに込められた思いが本物であるとわかった宣教師は、本来なら司祭神父にしかできない洗礼を、特別に侍女を通して施すことを許可しました。こうして玉は、清払いと洗礼名マリアから屋敷内で洗礼を受けてキリシタンとなり、ガラシャという洗礼名をもらったのです。九州征伐から帰った忠興は、キリスト教を邪教視していたので、ガラシャはキリシタンになったことは言わず、1595年頃までは隠していたようです。キリシタンになったからといって、悩みがすべてなくなるというものではなく、ガラシャは忠興の側室のことなどで悩み、一時は離婚も考えたようです。しかし、宣教師オルガンティーノから、トマス・アケンピス・キリストに習えて中世ヨーロッパでよく読まれた信仰書の一節を示されて、考えを改めます。それは、一つの十字架から逃れる者は、いつも他の、より大きい十字架を見出す。というものでした。目の前の苦しみから逃れても、また別のもっと大きな苦しみに直面するだけだと悟ったガラシャは、離婚ではない道を探し始めます。ガラシャは宣教師に向かって、こう書き送ったということです。今はマテレン様がお命じになることがよくわかりましたし、主のお恵みによって、ご命令を身をもって実行するよう努力いたすつもりでございます。やはり賢い女性だったことがわかりますね。バテレン追放令を出した秀吉も、ヨーロッパとの貿易を望んでいたことから、1597年にサンフェリペ号事件が起こるまでは、キリシタンを黙認している状態でした。1595年には高山右近の導きで忠興の弟、沖本が受選。この頃ガラシャも受選を打ち明けたのではないかと考えられます。夫婦仲も改善し、忠興もあまりキリシタンに辛く当たることがなくなってきたようでした。この頃がガラシャにとって、最後の平穏な日々だったかもしれません。1600年、関ヶ原合戦を前にして、忠興は家康に従って上杉征伐に出陣しました。この隙に、西軍の石田三成は大阪玉造りの細川屋敷にいたガラシャを人質に取ろうと屋敷を包囲。家臣がガラシャに全てを伝えると、ガラシャは少し祈った後、屋敷内の女性たちを集め、彼女たちを外へ逃がしました。そして、家老の小笠原詳細を呼び、キリスト教で自殺は禁じられているから自分を解釈し、屋敷に火をかけるよう言いました。ガラシャは自生の句として、散りぬべき、時知りてこそ、世の中の、花も花なれ、人も人なれ、と呼んだと伝えられています。忠興は、戦地でガラシャ死亡の報を受けて、獅子奮陣の戦いをし、続く関ヶ原合戦では石田三成の本隊と戦闘となり、936を挙げました。オルガンティの神父は細川屋敷の焼け跡を訪れてガラシャの骨を拾い堺のキリシタン墓地に葬りました。忠興はガラシャの死を悲しみオルガンティのにガラシャのための教会葬を依頼して葬儀にも参列。遺骨は後に大阪の宗禅寺へと改葬されました。他にも京都大徳寺塔頭高等院や、肥後熊本の大正寺など、何箇所かガラシャの墓所とされるものがあります。忠興はガラシャの死後、
キリスト教に好意を示し、教会で一周忌を行ったりしました。1610年に、ガラシャと親交のあったセスペデス神父が亡くなるまでは、ミサ形式の法要もしていました。しかし時代はキリスト教近霊に傾いていきます。肥後細川藩では、1609年頃からキリスト教禁教に政策転換。幕府が禁教令を正式に発布してからは、キリシタンの処刑も行われるようになりました。だけれど、ガラシャの血筋は現在まで続いています。肥後細川家は幕末まで栄え、維新後の動乱期も乗り越えました。ガラシャは忠興との間に、三男二女を設けたのですが、その子孫には政治評論家や文筆家がおり、血筋は天皇家にまで繋がっています。人は死んでも、心は残り、そこからまた何かが生まれてくるのかもしれないですね。それでは今回はこの辺で、最後まで見てくださり、ありがとうございました。